にちは、授業準備 TV のゆめのんです。教室に貼る掲示物、必要なものをうまく掲示する方法や、子どもたちの頑張りが見えるようにするにはどうしたらと悩まれる先生も多いのではないでしょうか。今回は投稿者の先生にお寄せいただいた1年の歩みがわかる掲示物についてご紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。1年を通して少しずつ積み重ねるように貼っていく掲示物があれば、1年経った時に子どもたちはこれだけのことをしてきたんだということが一目でわかります。例えば月に1回写真を撮って貼っていけば、子どもたちの姿とともに思い出を振り返ることができます。また投稿者の先生の知り合いの先生の学級では、毎日の日直がその日の出来事を書いて掲示しているそうです。大きな行事だけでなく、何気ない出来事も大切にしていることが伝わりますね。また投稿者の先生は月に一度思い出総選挙と題したイベントを行っているそうです。まず月末に用紙を配布し、学級の思い出になりそうな出来事を子どもたちから募集します。日記などに取り組んでいる学級では、それぞれを振り返りながら書くとたくさんのアイデアが出てくるはずです。そしてその中からいくつかを先生が選び、子どもたちに紹介します。さらにその中から多数決で学級の思い出を決め、用紙に書き写し掲示します。思い出総選挙は先生だけでなく子どもたちが主体となって掲示物を決められるため、思い出を振り返るときにより鮮明に思い出すことができるというメリットがあります。1年経った時には素敵な思い出で教室が埋め尽くされそうですね。ぜひ実践してみてください。いかがでしたでしょうか。今回は1年の歩みがわかる掲示物についてご紹介しました。子どもたちとともに学級の文化を築き上げていけるような、そんな掲示物を考えていきたいですね。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。